ルカ・パネラッティは、イタリア共和国トスカーナ州、グロッセート出身のプロ野球選手。現在は、イタリアンベースボールリーグフォルティチュードボローニャに所属。ルカ・パネラッティやルカ・パネラッティと表記されることがある。2007年に、第37回アイブフワールドカップの、イタリア代表に選出された。2008年にシンシナティレッツとマイナー契約を結んだ。2009年3月に、 第2回ワールドベースボールクラシックのイタリア代表に選出された。9月には第38回アイブフワールドカップのイタリア代表に選出された。2011年は第39回アイブフワールドカップのイタリア代表に選出された。2012年はホルティチュードボローニャでプレーし13試合に登板した。9月には第32回ヨーロッパ野球選手権大会の イタリア代表に選出された。2013年に第3回 WBC のイタリア代表に選出され、2大会連続2度目の選出となった。3月29日に日本の独立リーグであるベースボールチャレンジリーグの富山サンダーバーズに入団。4月19日に来日初登板を果たした。しかし、肩の調子が思わしくなく、帰国して、 肩の治療に専念するのを理由に5月10日に対談が発表された。対談後はフルスのフォルティチュードボローニャに復帰した。2015年オフの10月23日に第1回 WBSC プレミア12のイタリア代表に選出された。2017年9月22日にオランダ代表との親善試合であるヨーロピアンベースボールシリーズのイタリア代表に 選出された。ありがとうございます。